銭形でね。995回転目に探知引いて化け単発だったんですよ。こりゃ次の565の区切りまで打つしかないでしょう。全部使ったんか。大人は財布の中が空になるまでパチスロ打っちゃダメだっていつも言ってるじゃない。今回は寒空の下コンビニ前からお送りしております。30歳にもなって地べた座りとは中学時代を思い出すね。おお、やっぱり読んだったんじゃないか。結婚するとき違うよねってあれほど念押ししたのに。はて何のことやら。茨城県柿千代さんのパチスロであったちょっとうまい話。近所のホールでレディースデー先着4名様という張り紙があり、整理券もなく走った者勝ちということで何かみんな殺気立っていた。そして回転。痛い痛い、肘当たってるって。カッカッカッカ。あちこちで小競り合い。あ、女性台。あ、バサッ、怖っ。あ、もう一台。バサッ、怖っ。やった。私はガメラハイグレードビジョンに座った。しかし。ストレートで天井、ビッグ単発、速攻の丸から825ゲームで化け。キレ気味に店長に、レディース代なのに出てないよと言ったら、レディースだから出るとは限らない。大負けした上に逆ギレされた。ごめんなさい。ギャル系女が、レディース代空いてないよ。かっかと座った台は1000円が5000枚。マジムカつく。レディースだから出るとは限らないとは。店長さんも随分思い切ったことを言いましたね。ブリーフだから見えても構わない。余計ダメなんじゃないの。秋田県パワフルさんのパチスロであったちょっとうまい話。朝一に トイレ行って普通に打って一服しようとしたら、さっき買ったばかりなのに2本しか入ってなかった。ふと隣を見ると出ないな。タバコもライターも全く同じ。気づかずに入れ替わっていたようだった。の15万円も買っちゃった。うぷぷぷぷぷぷ。いいな。朝はカウンターが前代ゼロだから間違えやすいかも。僕もコーヒーとライターが一緒だったんで間違えたことあります。怒られたよ。やったまん。コーヒー、ライターって10回言ってみ。ドキドキ。子供じゃねえんだからよ。宮城県メダルキングさんのパチスロであったちょっとうまい話。北斗で朝一200ゲーム手前で4連から100ゲーム以内にまた当たった台をやめた人がいたので、お設定上げかも。移動した時コインを床にぶちまけた。どちゃどちゃ。うわ。店員さんとコインを拾い、すんませんすんません。まったくもう、恥ずかしい。ピシピシ。もう1000円入れて、もう1000円飲まれたよ。またやった。ドババセクショよくありますよねこれ。逆に自分が戻し忘れることもあります。バネで戻る機能がついてるやつならよかったのにね。バネで戻る機能。ドキッドキ。ブリーフはもういいよ。千葉県アドリブ4連さんのパチスロであったちょっとうまい話。店内にやたらとスポーツ新聞や野球雑誌が置いてある店で、
257アンダー。ありゃすごかった。257番台に座ったら BB150 回、うわー、8000枚出ました。日本シリーズや高校野球、野球にちなんだイベントをやる店は結構多いですからね。イチローは日本人みんなの元気のもとだよね。とても同い年とは思えません。かたやヤンキーだもんな、30歳で。ピッ、温めますか。あ、お願いします。460円のお返しです。どうも。なんだ今のは。お釣り渡すときポワンってなったぞ。確かにいけないよ、僕には妻も子供も。ドキドキ。チャック全開ですね。教えてあげないの。朝から見せっぱなしでしたなんて私にはとてもブリーフよ。それとなく伝えてはいたよね。チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。コメントもくれよな。タメ口かよ。